どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、FC24 アルティメットチームの新要素、エボリューションについて解説していきたいと思います。非常に面白い新要素になっていますんで、この動画を通じてね、知っていただきたいなと思っております。まず、エボリューションって何ですかっていうところから概要レベルで説明をしていきまして、その後にね、よくある注意点とか、あとは現時点で登場しているエボリューションの内容とか、おすすめ選手それぞれ紹介していきたいと思います。まずエボリューションの概要ですね、簡単に説明しますと、自分が持っているカードを進化もしくはカスタマイズすることができる仕組みになっています。能力、逆足スキル、ポジション、ワークレート、あとプレイスタイルなどを変更することができますし、加えて進化させたカードはこんな感じでカードデザインが変わっていきます。もちろん試合するときにスタメンに入れてると、相手にスカットを見せるその画面でこれがね見えますし、自分の努力の証をね相手に見せられるってことで、非常に楽しい要素かなと思っています。これから1年間かけて進化の条件がどんどん増えていきますんで、カードのデザインもねどんどん増えていくとのことです。今はレベル3がマックスの状態なんですけど、多分4とか5とかっていうのが出てくるんじゃないかなと思っています。エボリューションの要件とか得られる報酬はものによって様々ですと。例えばこれの場合は条件がレートが最大80、ペースが最大90、守備が最大80でして、その結果としてペース、ドリブル、フィジカル、パスがプラス1されます。で、見ての通り各エボリューションにはチャレンジっていうのが存在していまして、それをクリアすると報酬を得ることができて、全てのチャレンジを終えると完了って形になります。このチャレンジのレベルもね、ものによって様々で、このエボリューションにようこその場合は2段階あるんですが、容赦のないウィンガーの場合は3段階ありますという形になっています。FC24 ではこのローンチ地点を含めて最初のシーズン1、これから6週間かけてエボリューションの要件12個登場する予定とのことです。現時点ではすでに6つ登場していますんで、おそらく週1の単位で登場すると思います。基本的にエボリューションのカードはこの緑のカードなんですけど、今作ですね、たくさんエボリューションのね特殊カード登場するということで、その一環としてまず登場しているのがファウンダーエボリューションですね。これファウンダーステータスを持っている方だけがねすることができるエボリューションになっているんですが、こんな感じでたくさんエボリューション特殊カード登場する予定になっています。ここまでがエボリューションの概要でして、注意点について話していきたいと思います。まず1つ目、非常に大事なことはエボリューションに選んだカードはトレード不可になるっていうことですね。これめちゃめちゃ大事なんですけど、現時点ではね結構条件厳しいものが多いんで、エンバペとかラッシュフォードとかそういうカードを突っ込むことはできないんですが、何十万もかけて買ったカードをよくわからんから進化に突っ込んで、そしたら売れなくなりました。これは結構起きがちなことになるんじゃないかなと思っていますんで、注意が必要だと思っています。もう1つ大事な注意点が、1つのエボリューションに対しては一度しか進化を適用することができないっていうところですね。なんでそれぞれね、エボリューションにようこその場合は1回やってしまうと項目から消えてしまうということになります。エボリューションで選んだカードはこんな感じでロックされまして、 SBC に選んだりとか、あとはこのロック状態を解除することもできない仕様になっています。期限が過ぎたら多分返ってくると思うんですけど、それまでは進化させるしかないっていう状況ですね。もちろんスカットの中には入っているんで試合では使えるんですけど、それ以外の用途では使えないっていう話です。加えて複数のエボリューションを同時に進めることはできない仕様になっています。こんな感じでね、進行中のエボリューション複数表示されまして、その中で自分が進めるのはこれですよってのを選ぶ形になります。試合中はエボリューション選手が誰か分かりやすいようにこんな感じで頭上に特殊なマークが表示されています。あとエボリューションのカードは一度進化させた後に他のエボリューションに使うことができます。例えばこの黄金の成長パート1、2の場合はこのパート1で進化させたカードを基本的にパート2でまた進化させるって形ですね。ということで、ここからですね、各エボリューションの概要であったり条件、あとはどんな形で強化されるのか、おすすめ選手は誰かっていうのを紹介していきたいと思います。まず1つ目がエボリューションにようこそです。これが一番基本的なものになっていますということで、最初に説明をしていきます。選手の条件は右に書かれている通り、レートが最大80、ペースが最大90、守備が最大80になっていまして、このエボリューションをクリアすると、ペース、パス、ドリブル、フィジカルが全てプラス1されます。レベルは2つありまして、まずレベル1が対象の選手を使ってセミプロ以上のスカットバトルで1試合プレイ。レベル2も同じですね。レベル1をクリアした後にレベル2をプレイしていくという形になります。これはかなり要件が緩いんで、レートが80以下の選手であれば基本的に誰でも使えますってレベルのものになっていますんで、例えば日本人だったら三笘とか久保建英とか、そのあたりも可能になっています。次にファウンダーエボリューションです。これをクリアすると、ペース、シュート、ドリブル、フィジカルがプラス3されまして、加えて逆足がプラス1されます。選手の条件は、レートが最大83、フィジカル最大85、ポジションがストライカー、これサブポジでも大丈夫です。で、ドリブル最大83、ペース最大91、レアリティがレアで、総合レートが最低75になっています。
レベルは2段階ありまして、まず1つ目が該当選手で2勝で、その後に該当選手で4勝ですね。なんで合計6勝必要になってきます。このチャレンジのおすすめなんですが、ざっくり紹介すると、ダンジュマ、ワイ、ヌネス、フェラントーレス、ベイリー、ベルナ、ラカゼット、このあたりになるかなと思います。このチャレンジの嬉しいところが、一回り強くなる上に逆足がプラス1されるっていうところだと思っていますと。なんで今画面に映ってるベルナーの場合は逆足が5になります。ペースが94でシュートが83で逆足が5ということでね、かなり決定力高いで、なおかつ抜け出せるということで嬉しいカードになってると思います。ダンジュマとかワイとかヌネスとか、もともとね非常にバランスいいカードですし、ここからプラス3されて、しかも逆足プラス1されるということで非常にいいと思います。で、個人的には結構隠れてるのはベイリーかなと思っていまして、プレイスタイルもね、クイックステップであったりラピッドそれぞれ持っているし、あとはスキル逆足44になるっていうところで、ワークレートもハイローですし、非常に優秀な右ウィングになれると思います。日本人選手だったら伊藤純也とか古橋とか候補に入ってくるかなと思います。伊藤純也についてはペースが90超えますし、スキル4逆足5になりますし、プレイスタイルもね結構優秀なんで、割とおすすめな部類かなと思います。見てる方の中ではね、三笘とか久保とかどうなんだって思われてる方多いと思うんですけど、三笘の場合はドリブルが85なんで適用外で、久保の場合はそもそもレアリティがコモンなんで、残念ながら適用外という話ですね。もしこれがレアだったらかなりね、おすすめの選手だったかなと思うんですが、そこは残念ですね。次に鉄壁のスピードです。これをクリアするとペースプラス15、パスプラス6、守備プラス3、フィジカルプラス5がなされます。選手の条件はレートが最大80、ペースが最大65、パスが最大75、守備が最大84、フィジカル最大84、ポジションがセンターバックになっています。レベルは2段階ありまして、まずチャレンジ1が該当選手を入れて2勝で、レベル2がちょっと変わっていまして、該当選手を入れて2点差以上で勝利を3回という形になっています。このエボリューションのおすすめはアリツ・エルストンド、マティプ、ミレンコビッチ、チャロバー、エドガーあたりになるかなと思っています。5大リーグ以外だったらキエリーニがおすすめですね。ただやっぱ5大リーグ以外だと組み合わせめっちゃ難しいんで、ちょっとね、おまけ程度に紹介する形にしようとは思っています。例えばアリツ・エルストンドの場合はこんな感じですね。身長が180センチってことでちょっと寂しいのはあるんですけど、ペースは65キワキワですし、守備もしっかり高いですと。でリアクション冷静さもそれなりにありますんで、悪くないカードに仕上がるかなとは思っています。ただやっぱり元々のペースがね制限があるっていうのもありまして、マックス80ですということで、何かそのこのカードだったらっていう尖りはあんまり出ない印象ですね。次に容赦のないウィンガーです。このエボリューションをクリアするとペースプラス4、シュートパスドリブルプラス7、右ウィングのポジションと、あと容赦ないのプレイスタイルを手に入れることができます。エボリューションの条件はレートが最大79、ペースが最大91、フィジカル最大79、ドリブル最大82、ポジションが左ウィングで、トータルのポジションが最大3つ、シュートが最大79になっています。レベルは3つありまして、チャレンジもねそれぞれ複数個存在しています。まずレベル1が該当選手を使って4ゴールと5試合プレイ、レベル2が該当選手を使って4アシスト2勝あと5試合プレイ、レベル3がちょっと変わっていまして、該当選手を使ってゴールとアシストを2試合決める。で、加えてライバルズもしくはチャンピオンズで該当の選手を使って2試合もしくは5試合プレイになっています。初めてライバルズかチャンピオンズが必要なものが登場してきたっていう形ですね。このエボリューションのおすすめは、アンス・ファティ、ラスパドーリ、ナオミ・フェラー、マチス、ペリシッチあたりになると思います。5大リーグ以外だったらジョタとかおすすめですね。スキルももともと5ですし、ワークレートもハイローですし、プレイスタイルも6つ持っていますんで、サブで使うなら悪くない選択肢かなと思っています。一番のおすすめはやっぱりアンスパティだと思います。ペースが89で条件ギリギリですし、決定力とかドリブルとかっていうところも非常にレベル高いですと。でスキル下足44でストライカーもできますし、プレイスタイルも優秀ということで、一番の選択肢になるんじゃないかなと思っています。ちょっとですねこの点分かっていない要検証な点なんですが、このアンスパティを容赦のないウィンガーに使っていくにあたって、まずエボリューションにようこそやってレートをプラス1してからこっちにね突っ込むってことができるんじゃないかなと思っているんですが、もしね詳しい方、他の配信で見たことある方がいればね教えていただきたいなと思っています。ラスパ通りも同様に非常に優秀な選択肢になると思います。エボリューションを通じてペースシュート85、ドリブル88まで上がることができますし、あと逆足も5なんでね、非常にストライカーとして序盤活躍できるんじゃないかなと思っています。ただやっぱりこれ5万コインかかるよっていうのは結構大きなポイントでして、1000円かかるにしても、1000円でこれかっていうのはちょっと考えなきゃいけないところかなと思っていますね。次に黄金の成長パート1、パート2ですね。基本的にこのパート1を終わらせてからパート2をやるという形になるかと思います。まずレベル1なんですが、選手の条件はこんな感じですと。ポジションが CM でレートが64以下って考えていただければ大丈夫だと思います。
要件はめちゃめちゃ簡単でして、該当の選手を入れて2試合もしくは3勝という形ですね。パート1をクリアするとペースプラス5、シュートプラス16、ドリブルプラス16、パスプラス14、守備プラス15、フィジカルプラス10になされます。その次にパート2ですね。これをクリアするとペースプラス1、シュートからフィジカルまでプラス3されますということで、同じ選手でパート1と2をやるとペースがプラス6、シュートがプラス16、ドリブルプラス19、パスプラス17、守備プラス18、フィジカルプラス15をなされます。選手の条件は右に書かれている通りですね。エボリューション1っていうのがめちゃめちゃ重要でして、金のカードだと当然ながらできないということが注意必要だと思います。パート2は3つレベルがありまして、まずレベル1だと4アシストもしくは5試合プレイ、レベル2だと2ゴールとライバルズもしくはチャンピオンズで5試合プレイ、レベル3だとライバルズもしくはチャンピオンズで5アシストもしくは5勝になっています。結構大変ですね。エボリューションのおすすめとしては、パウマー、アジル、トンプソン、フランソワあたりがいると思っていますと、まあ、このあたりのカードをすべてね、ステータス足すと、まあ、大体78から82ぐらいのステータスになるんですが、個人的には、まあ、そこまでやらなくていいんじゃないかなっていう感想でして、というのも、まあ、このぐらいの能力のカードは正直たくさんいますし、スキル逆足も微妙やし、プレイスタイルも微妙やし、あとはケミ合わせもちょっと難しいっていうことで、まあ普通に金カードを使うことになるんじゃないかなということで、まあそこまでコスパというか、まあ良くはないんじゃないかなというふうに思っています。ただ一方で、これちょっと抜け道あるんじゃないかなと思っていまして、もともと金のカードを何かしらの方法でエボリューション1にしてしまえば、これいけるんじゃないかという話なんですけど、ここでちょっと疑問が生じるのが、エボリューション1にどうやってするんだっていうところでして、僕すでにエボリューションの中の鉄壁のスピードとファウンダーエボリューション終わらせているんですけど、特に鉄壁のスピードについて、もうすでに進化したチャロバーがレベル2なんですね。なんで、エボリューション1ってこれどうやってやるんやと、途中で止めることはできるんですけど、それを切り上げて他の進化に持っていくってことはできないですし、まあ期限切れを待ってやるってことになるのかなとか、なんか他に方法あるのかなとか、ちょっとわからない状態ですね。まあただもしね、この抜け道できるんだったら結構美味しいなと思っていますし、これからのね、エボリューションの登場を待ちたいなと思っています。ということで FC24 アルティメットチームの新要素であるエボリューションの概要とよくある質問であったりとか、あとは現時点で登場しているエボリューションのおすすめ選手紹介してきました。ぜひ参考になれば幸いです。個人的にはですね、このエボリューションかなり楽しい要素だと思っていまして、どういう選手進化させようかなとワクワクできますし、まあ、パック開封にね、あんまり強くないように見えて可能性がある選手も出てくる可能性もありますと。で、加えて何よりオリジナリティを埋めるっていうのは非常に楽しい要素だと思います。スカットバトルをね、全く飽きずに楽しくできるっていうのもね、非常に嬉しいところですね。ぜひね、皆さんついに今日からできますんで、一緒に楽しんでいきたいなと思っております。今後も FC24 関連の動画であったりとか、生配信楽しくやっていきたいと思っていますんで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。